ないね。あそこまでの長距離を一瞬で戻ってこられるなんて。さすがにチートすぎんだろ。まあいろいろ条件が整わないと使えない移動手段らしいけどね。黄昏が発動している現状だからこそ使えるのかもしれません。ええ、でもこれで。ここが隠れ里なんだ。霊的な結界？ううん、次元の狭間にある結節点かしら。さすがにびっくりするよね。この場所はもうクロスベルじゃない、帝国本土の。しかも南西側になるんだ。ざっと数千セルジュほど転移してきたことになりますね。うん、今の飛んだ感覚だと4800セルジュくらいかな。イストミア大森林、ラマール州とサザーランド州の間だったかしら。ビータの生まれ故郷にして帝国の霊脈が集まる結節点の一つ。興味深いわね。おいおい、どういうガキンチョどもだ。これは来ていただいた甲斐がありそうですね。戻ったか、お前たち。皆さんも帝都から戻ったんですね。うん、いろいろと大変だったけど、でもなんとか得意点を見つけたよ。そっちも守備は上々だったみたいね。なんだか可愛らしいお客さんも来てくれたみたいだし。はい、こちらも想定外でしたけど。はじめまして、キーヤ・バニングスです。レンブライトよ、よろしくね。七組のお姉さんにお兄さんたち。うむ、戻ったか。双方疲れておるじゃろうが、これで七つの得意点が揃った。客人ともども我がアトリエの星見版を見てもらおうか。Thank you.
ばとっとと始めるとしようぞ。知性の本拠地とおぼしき場所、ゼロ得意点の割り出しを。極楽極楽、はあ、贅沢な場所ね。Thank you.
Thank you.
Thank you.